主な理由はやはり海洋放出は将来的にその海洋を汚染すると、放射性核種だけではなくて、まあ、先ほど言ったテルルとか、まあ、そういった有害元素について、海洋を汚染する。でその汚染で、まあ、実際海が、まあ、どんな風になっていくかよくわからない。全く水と混入してますよ、一緒になっちゃいますからね。ただその中で取り入れたものは一部は水として代謝する場合には排泄されるけども、有機結合型トリチウムになったら組織の中の化学構造質の中に取り込まれますよ、ね、そういうものを我々は食べるわけだから、取ってね、そしたら人間の体もそういう汚染されたタンパク質なんかを取ることになりますよ。環境問題ですからね、単に何かを失敗したんじゃなくて周り全体に影響を与える、いわゆるあのどういったらいいですかね、あの、不可逆っていうかな、元に戻らない。